どうもこんにちは、ギタリストの小川智成です。今日はですね、ギターと友達になろうということでですね、ギターのことをより深く知って、で友達のような関係になっちゃおうということなんですけども、まあですね、基本となるドレミファソラシドを使ってですね、ギターをより深く知り、でそのドレミファソラシドをですね、いろんな、パターンで弾くことで、分析力というのをね、つけていこうと思うんですよ。でこの分析力っていうのがつくとですね、1年後ぐらいにですね、絶大な効果を発揮するんですよね。なので、ギターと友達になってドレミをいろいろなパターンで弾いて、で分析力をつけようという今日のテーマになってます。でこの分析力っていうのはですね、自分で発見して見つけていくことで、その過程で、養われていくのでですね、あまりですね、タブ譜とか、深く解説をしていくとですね、自分で見つけていくことができないということがあるので、今回はですね、タブ譜とかあまり用意していません。でね、他の動画でもね、結構コメントで、これこれこうやってください、ああやってください、もっと丁寧な説明をしてください、順序立ててやっていただけるとありがたいですとか、でこういろいろね、コメントいただけるんですけども、それをやってしまうとですね、自分で見つけていくって分析力が養っていかないんですよね。なので僕がいつも動画上げてるのは入り口のとこなんですよね。こんなのもありますよっていうフレーズを紹介して、じゃあ例えば251っていうのを紹介することで、そこの251の入り口がちょっと開けるわけですね。でそこから深く知るのはもう僕の手を離れてしまってるんですよね。そこから先はですね、ご自分でいろいろ試行錯誤して見つけていくことで分析力っていうのが身につくようになるんですよ。でこの分析力が身につくことで、1年後2年後3年後と年を重ねるごとに上達していくことがあるので、僕がねそれを全部こうタブ譜付き解説付きでやってしまうとですね、分析力というのがつかない、奪ってしまうことになりますので、そういったねミスリードはしたくないので、僕の動画ではですね、入り口のところだけ、タブ譜付きで、解説しているような形になってます。で今回もですね、入り口のところだけ、ご説明していきたいと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。じゃあですね、まずこちらを見ていただきたいんですけども、これね、僕がジャズギター初心者の頃によく、これを見て弾いてたんですけど、自分で作った、ドレミファソラシドの図なんですけども、まあ、指板を5分割してドレミファソラシドをこう書いてあるんですけども、まあ、なんか今だとケージドシステムとかっていう名前で呼ばれてるかと思うんですけども、まあ、僕がやってた頃はなんか5分割しただけの図でしたね。バークリーかなんかでやってたとかっていうのは聞いたことあります。でこれをですね、例えば今日はこの一番最初の A 型っていうのを使ってみたいと思うんですけども、まあ、このドレミファソラシドありますよね。このドレミファソラシドをですね、いろんなパターンで弾くんですよ。そうするとですね、より深くギターのことが分かって、ギターと本当に友達のような関係になれるんですよ。でその方法というのが、2度3度4度5度6度7度っていう音程で弾き分けていくっていう方法なんですけども、まあ、例えばね、2度で弾くということをやってみたいと思うんですけども、まあ、2度っていうのはまあ全音上下、半音上下、その隣り合う音ですよね。なので、今回はですね、ドシレドミレファミソファラソシラドシレドミレファミソファラソ、こんな感じです。で上まで行ったら反対になります。ソラファソミファレミドレシドラシソラファソミファレミドレシドラシソラファ
で下まで行ったらソファラソシラド、これで一周したことになるんですね。これ二度シーケンスって覚えておいてください。まあ、多分シーケンスってこう繰り返すとかっていうことになると思うんですけども、で次に3度シーケンス、3度で動くんですね。でこれはね、ドレミだとドとミの間の間隔ですよね。なので今度上に登っていくような感じですね。ドミレファミソファラソシラドシレ、ドミレファミソファラで逆に行きます。ラファソミファレミドレシドラシソラファソミファレミドレシドラシソラファで、また反対に行きます。ファラソシラドシレド、このようになりますね。でここからどんどん難しくなってきます。この4度です。4度シーケンス、ドファこれ音程が難しいですね。ドファレソミラファシソドラレシミドファレソミラ、逆にいきます。ラミソレファドミシレラドソシファラミソレファドミシレラドソシファで反対になります。ファシソドラレシミド、はい。じゃあ今度ね、5度シーケンスです。パワーコードの5度ですね。1度5度。ドソレラミシファドソレラミシファドソレラ、ラレソドファシミラレソドファシミラレソドファシミラレソドファファドソレラミシファド、はい、5度シーケンスでした。で次がですね、6度シーケンス、ドラですね。ドラレシミドファレソミラファシソドラ、ラドソシファラミソレファドミシレラドソシファラミソレファファレソミラファシソド、だんだん難しくなってきましたね。で次が7度ドシ、これはね音程が難しいですね。ドシレドミレですねファミソファラソシラ、ラシソラファソミファレミドレシドラシソラファソミファファミソファラソシラドか。いや7度とかね、なかなか慣れないですね。でこれをですね、
結構ね、ひたすら毎日やり続けるんですよ、1年間ぐらい。そうするとね、1年後にはね、差がぐいっと、やってる人とやってない人でね、ぐいっとつくんですよね。で、こうやって見ながら、こう、度数を把握していくわけじゃないですか。ドラー、あ、ここがラ、6度の位置かとか。ってことは、サーティンスはここだなとか。こう、分析、自分でしていくわけなんですよね。で、例えば次の G 型のポジションとか、今度はね、これを自分でやってみていただきたいんですね。で、ドーミーとか、ここか。で、レファ、ミソミソ。3度の音程ってのはこうなってんのかとか、4度、5度ってこう上がっていくうちに、なるほど、こういうふうにギターってできてんだってのが自分で発見できるんですよね。で、自分で発見することで、よりモチベーションが上がってやる気が出てくるんですよね。で、これね、ビル・エヴァンスがね、ハリー・エヴァンスってお兄さんと対談してる中で言ってるんですけど、自分で見つけることでやる気っていうのは出てきて、で、与えられすぎるとやる気を失うっていうんですよ。で、そのハリー・エヴァンス、お兄さんがビル・エヴァンスに弾き方を教えてくれって言った時に、ビル・エヴァンスはお兄さんに教えなかったらしいんですよね。で、なぜお兄さんに教えなかったかっていうと、お兄さんの見つける喜びを奪いたくなかったって言ってるんですよ。見つけて発見して楽しいっていうその瞬間をお兄さんから奪ってしまうのは嫌だったから、僕は何も教えなかったって言ってて、すごくそれがね、僕の中で練習する時のね、言葉として残ってて、あんまりね、何もかも1から10まで全て教えてしまうと、それはできるんだけど、それを発展させることができなくなってしまう。もしくはそれをね、応用させて他のものに流用させていくことができなくなってしまうっていう、こうあるんですよね。で、他の、例えばもう一つ難しいことが、練習をしようとした時に自分で分析していこうっていうね、やる気が出てこないくなっちゃうっていうんですよ。確かにそうだなと思うんですよね。僕もね、先生に習ってる頃とか、教えられたものをそのままずっとやり続けてると、じゃあこの曲もやってみてって言われた時に、あ、じゃあお手本くださいって思っちゃうんですよね。自分でその曲を一から分析していこうっていう気がね、失せちゃうんですよね。ついついね、なんかそう楽な方に行っちゃうっていうんですかね。なんかそういう傾向に僕もなったことあったんで、確かにこのビル・エヴァンスは本当にいいこと言ってるなと思ってて、思ったんですよね。で、それとその言葉はですね、僕もすごく心に残ってるので、次の、G 型、E 型、D 型、C 型かな、うん、この全ての5つのポジションはぜひね、皆さんご自分で見つけ出して発見して、やってみてください。そうするとですね、1年後に必ず飛躍的にですね、分析力がついて、やってない人との、ね、差が歴然とつきますので、これをね、ぜひぜひおすすめ、今日はしたいと思って、ご紹介させていただきました。なのでですね、もったいぶってるようにも、取られてしまうかもしれないんですけども、僕がですね、1から10までやってしまうと、やっぱり皆さんの発見する喜び、見つける喜び、できたっていう時の喜びをね、奪ってしまうことになりますので、その喜びをぜひ味わっていただきたいと思いますので、今日はですね、A 型のポジションだけ、説明させていただきました。残りのポジションはですね、これから1年間かけてゆっくり皆さんの中で練習していってみてください。絶対に効果が現れると思いますので、その時にはもうきっとギターとね、マブダチになっていることでしょう。ということで、今日はこの辺で、終わりにしたいと思います。また次回もぜひぜひよろしくお願いします。今日はありがとうございます。